インディファティガブルは、イギリス海軍の搬送フリゲート。もともとは1761年に設計された3、東急64門、アーデント級戦列艦の一隻だった。インディファティガブルは1780年8月3日に、発注され、1781年5月、ハンプシャーのバッカースハードで寄港された。浸水は1784年の6月初旬で2、2層。 甲板64門装備の三等戦列艦としての偽装は、ポーツマスにおいて、同年7月11日から9月13日にかけて行われた。建造費は25,210ポンド4シリング5ペンス、船底の胴張りのコストも含めると36,154ポンド18シリング7ペンスであった。本艦は、完成時点で、すでに時代遅れとなっており、 そのため本来の戦列艦としての任務にはほとんど用いられなかった。1794年9月からポーツマースで行われたレイジー加工時によって本艦の上部砲艦パンは取り去られ44門の大型重装フリーゲートに変身した。費用は8764ポンドであった。インディファティガブルは 1794年12月に、サー・エドワード・ペリュー艦長の下で収益始発公開を行った。ペリューは1798年まで本艦を指揮した。本艦は、ペリュー以下の各艦長の下で、多くの敵艦を捕獲した。インディファティガブルの最も有名な戦いは、1797年1月13日、パンマル・岬沖で、フリゲート。 アマゾンと共に、フランスの74門戦列艦、ドロワ・ドロームに立ち向かった戦いである。戦いは、ドロワ・ドロームが強風によって海岸に乗り上げて終わった。アマゾンも、また陸に吹き寄せられ、乗組員のほとんどは助かったものの捕虜となってしまった。インディファティガブルは、湾に乗り入れ、マスト塗装母に損害を受けながらも、よくその損害を修復し、優れた、総戦術を示して、 海岸から離れることができた。インディファティガブルは、アミアンの和訳によるフランスとの休戦の結果、プリマスにおいて予備役に編入された。しかし休戦は、翌年には、破れ、交戦状態に戻ったため、1803年7月から9月に、かけて、出動準備を行い、グレアム・ムーア艦長の指揮のもとに再就役した。1804年10月5日、本艦は、 他の3隻のフリゲートと共に、ムーア艦長が専任士艦として指揮をとって、カディス郊外で4隻のフリゲートからなるスペインの小艦隊を捕捉した。その艦隊はカリブ海からスペインに金地金を運んできていた。スペインはその時点では中立国だったが、今にもナポレオン・ボナパルトと組んでイギリスに宣戦線する兆候を示していた。 運ばれた金はその軍資金となるはずだった。海軍本部の命令に従い、ムーアは、スペイン艦隊に進路をイギリスに変更するよう求めた。スペインの専任士官はこれを拒絶したため、イギリス艦隊との間で、短い戦闘が行われ、スペイン艦、メルセデスは爆沈した。残りの三隻は降伏し、 プリマスまで護送された。それらに積まれていた財宝の価値は莫大であり、それが通常の捕獲賞金の規定に従って分配されたとしたら、ムーアと領管の艦長たちは一生涯暮らせる額の何倍もの金を手にしたことだろう。しかしその捕獲はまだ宣戦線される前に海軍本部の指示で行われたものであったため、捕獲賞金の対象とならず、 彼らにはそれよりも低い金額が政府の行為によって支払われただけであった。インディファティガブルは1815年の南米での任務を最後に退役した。解体は1816年8月に行われた。これは下記の合計とは一致しない交渉地である。ありがとうございます。